宮崎県総合運動公園公式野球場。宮崎県総合運動公園公式野球場。宮崎県総合運動公園公式野球場は、宮崎県宮崎市の宮崎県総合運動公園内にある野球場。単に、宮崎県営野球場という通称でも呼ばれる。愛称、サンマリンスタジアム宮崎。施設命名券、ネーミングライツにより、 2014年10月より故障が霧島サンマリンスタジアム宮崎とな。施設は宮崎県が所有し、宮崎県スポーツ施設協会が指定管理者として運営管理を行っている。以前、宮崎市内には2つの公式野球場が存在した。1つは市街地北部宮崎神宮にほど近いところに位置していた宮崎県営野球場。もう1つは 市南部、木花にある、宮崎県総合運動公園内にある、宮市営野球場である。しかし、県営野球場が、老朽化したため、運動公園内に転身地区することとなり、2001年2月に、会場。愛称は、サンマリンスタジアムに決定した、決定の経緯は後日。なお、旧県営球場は施設撤去後、宮崎県立宮崎工業高等学校の、 グラウンドに転用され、九州野球場は2003年に、宮崎市政目の森運動公園野球場、IV スタジアムが完成したのに伴い県に移管、宮崎県総合運動公園、第二公式野球場、ザキムカスタジアムに改称した。サンマリンスタジアムは現在九州、山口地方9県で唯一、内外や総天然芝のフィールドを有する野球場、 公式野球が可能な野球場で、内外や総天連芝のフィールドを採用しているのは、日本国内ではほっともっとフィールド神戸、松ダズーム、ズームスタジアム、広島など、稽古球場のみ。会場移行、高校野球など、アマチュア野球公式戦が開催されている。プロ野球では、毎年2月と11月には読売ジャイアンツ、巨人が、春季、 周期キャンプのメイン球場として使用している。会場当初は巨人主催のオープン戦も行われていた。同年4月にヤクルト VS 広島が公式戦で開催され、宮崎県発のナイター開催と話題を呼んだが1日目が、雨天中止。2日目は半日ナイターという形になったが、雨も上がり試合も行われ、宮崎県発のナイター開催となった。 2004年以降は開催されていなかったが、2007年2月24日に、広島東洋カープとの練習試合がやれ、翌2008年2月24日には対福岡ソフトバンクホークス戦が行われた。またシーズン中には不定期ながら公式戦も開催される。2008年5月13日に福岡ソフトバンクホークス対埼玉西部ライオンズが、2014年に、 読売ジャイアンツ対横浜 DNA ベイスターズ戦が開催されたほか、2018年8月28日には、オリックスバファローズ対北海道日本ハムファイターズ戦が開催された。2020年7月7日には、福岡ソフトバンクホークス対東北楽天ゴールデンイーグルス戦が開催される予定である。2006年7月23日には、 オールスターゲーム第2戦が開催された当初は22日開催予定だったが、雨天順延。2004年にはファーム日本選手権が初めて開催。2011年にも使用されたほか、2013年以降は同球場で固定開催が続いている。2005年5月には第23回アジア野球選手権大会が開催された。2014年、 霧島酒造が宮崎県総合運動公園の球場を含む後、施設の施設命名権、ネーミングライツを獲得し、10月より球場名が霧島サンマリンスタジアム宮崎となることが発表された。期間は5年間。相性、サンマリンスタジアムは散々と降り注ぐ太陽と雄大に広がる海のイメージをもとに公募により決められたものだが、そもそもの命名者は、 当時巨人の監督だった長嶋茂雄である。2000年、キャンプで宮崎に滞在していた長島に、記者が新球場の完成について触れ、新球場にはどんな名前がいいと思われますかと聞いたところ、長島は宮崎の太陽と海を引き合いに出して、うんまりんと復唱しながらつぶやいた後、サンマリンなんかいいねと繰り返し答え、これがテレビや新聞などで大きく取り上げられた。 この直後に県は愛称公募を実施し、全国から7285通、2350種類の案が寄せられたが、このうちサンマリンを含む名称で応募したのはくしくも、長島が前年まで着用していた背番号と同数の33通であったという。こうしたことから県は愛称をサンマリンスタジアムに決定。長島は名誉命名者として、 一般応募者と共に、県から表彰を受けた。セリーグ公式戦、2001年4月22日ヤクルトスワローズ3から、3広島東洋カープ監修、2万人。2004年5月25日読売ジャイアンツ1から、8広島東洋カープ監修、3万人。2014年4月22日読売ジャイアンツ4から、1横浜 DNA ベイスターズ監修。 2万621人。パリーグ公式戦。2004年5月12日福岡大英ホークス。3から13西部ライオンズ監修。2万9000人。2008年5月13日福岡ソフトバンクホークス。4から2埼玉西部ライオンズ。監修。2万606人。2018年8月28日オリックスバファローズ。0から4北海道日本ハムファイターズ監修。 2482オープン戦。2001年2月25日、読売ジャイアンツ6から7広島東洋ガープ。2002年2月24日、読売ジャイアンツ13から0大阪近鉄バファローズ。2003年2月23日、読売ジャイアンツ13から3大阪近鉄バファローズ。2008年2月24日、 読売ジャイアンツ0から3福岡ソフトバンクホークス監修15,907人2010年2月28日読売ジャイアンツ5から0埼玉西武ライオンズ監修19人、511人2011年2月19日読売ジャイアンツ1から4広島東洋カープ監修21,125人二千十二年二月十八日読売ジャイアンツ三から 八広島東洋カープ監修、17、339人。ファーム、日本選手権、2004年10月9日、中日ドラゴンズ4から3、北海道日本ハムファイターズ監修、8000人。2011年10月8日、北海道日本ハムファイターズ3から4、中日ドラゴンズ監修、8420人。 2013年10月6日東京ヤクルトスワローズ3から4福岡ソフトバンクホークス監修5593人2014年10月4日福岡ソフトバンクホークス4から6千葉ロッテマリーンズ監修5785人2015年10月3日読売ジャイアンツ0から2福岡ソフトバンクホークス監修6427人 2016年10月1日福岡ソフトバンクホークス2から6読売ジャイアンツ監修5618人2017年10月7日読売ジャイアンツ2から5広島東洋ガープ監修6225人ファーム公式戦2001年8月18日福岡大英ホークスマイナスサーパス神戸2003年5月2日 読売ジャイアンツ3から4セーブライオンズ2011年5月17日阪神タイガース0から0読売ジャイアンツ監修750人2011年5月18日読売ジャイアンツ1から2広島東洋カープ監修950人2011年5月19日阪神タイガース1から2東京ヤクルトスワローズ監修600人 2011年5月21日、阪神タイガース、5から11埼玉西部ライオンズ監修、800人。2011年5月22日、読売ジャイアンツ、2から1阪神タイガース監修、2500人。OB 戦、2018年2月10日、読売ジャイアンツ11から3福岡ソフトバンクホークス監修、17,642人。 鉄筋コンクリート構造、内野、4階建て外野、3階建て、サンマリンスタジアムへのアクセス手段は、下記の通り、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。